パドルはアメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名はミシシッピ川に生息するヘラチョウザメにちなむ。パドルは1942年5月1日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1942年12月30日にフェクテラープ人によって浸水し、 艦長ロバート・イチ・ライス少佐の指揮下1943年3月29日にコネチカット州ニューロンドンで収益する。大焼け目及び訓練後、パドルは1943年6月8日にニューロンドンを出港し、パナマ運河を経由して、真珠湾に7月5日到着した。パドルは真珠湾から2度の紹介を行い、その間に駆逐艦に対する。 対潜水艦船訓練を実施し、気象観測設備が装着された。7月20日、パドルは最初の紹介で日本近海に向かった。本州海域で紹介中の8月13日朝、パドルは北緯33度45分統計136度17分、北緯33.750度統計136.283度、 33.750136.283のカジトリザキ沖で第8812戦弾を発見。魚雷を4本発射し、うち2本が輸送船ヒダカマルに命中したものの、不発魚雷だったので警備な損傷に止まった。パドルは攻撃後、護衛艦の反撃により13時間の先行を強いられた。8月19日、パドルは、 日本軍の観測機に7発の爆弾を投下され、パドルはわずかに損傷するが、直ちに修理された。8月23日昼、パドルは北緯34度37分統計137度53分、北緯34.617度統計137.883度、 3 4 6 1 7十3 7 8 8 3の浜松南方駆けつか東大146度4海立地点で、第7822戦団を発見して、魚雷を4本発射し、下脚船アタケマ丸に命中させてを撃沈した。パドルはさらに2本発射したが、こちらは命中しなかった。9月12日、パドルは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。 10月17日、パドルは2回目の紹介でマーシャル諸島方面に向かった。ガルバニック作戦に関連してナウル島沖に配備され、主にギルバート諸島を攻撃する航空部隊に向けた気象情報の通報や電波誘導を実施。11月29日には北緯11度20分統計162度29分、 北緯11.333度統計162.483度、11.333、162.483のエニウェトク干渉沖で駆逐艦に護衛された日本岩球タンカーを発見し、魚雷を5本発射して2本の不確実な命中を記録した。12月9日、パドルは58日の行動を終えて、真珠湾に帰島。 この後、HOR エンジン搭載艦は一隻残らず、残事エンジンを換装するようにという、合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長、アーネスト・キング大将の命令が出ていたので、該当艦の一隻であるパドルは、メアアイランド海軍造船所に開港され、GM 社製 278A16 気筒エンジンに換装した。また、艦長がバイロン H の OL 少佐に変わった。 1944年3月19日、パドルは3回目の紹介で、フィリピン南方及び、モルッカ諸島方面に向かった。4月16日未明、パドルは、南位02度25分統計127度24分、南2.417度統計127.400度、マイナス2.417、127.400の安ン,ンの北西120キロ地点で、 ハルマヘラ島からアンボンに向かっていた輸送船団を発見した。船団は護衛艦3隻と輸送船4隻からなり、パドルは1時53分に魚雷を計10本発射し、輸送船第1日の丸に魚雷を命中させ、第1日の丸は大爆発を起こし沈没に至らしめ、3分後には陸軍輸送船ミトマルにも魚雷を3本命中させて撃沈した。 パドルはさらに戦火を拡大するため魚雷の装填を急ぎ、明け方に未明の攻撃で損傷したタンカーに対して魚雷を4本発射したが命中せず、さらに攻撃しようとしたが護衛艦に阻止された。5月12日、パドルは54日間の行動を終えてフリーマントルに帰島した。駆逐艦補風6月5日、パドルは4回目の紹介でセレブス会及び ラバオワン方面に向かった。折しもアメリカ軍がマリアナ諸島攻略を進めている最中であり、それを阻止するための日本艦隊の出撃も予想された。パドルの担当海域も艦隊の通過が予想されたが、結局何もなかった。6月30日、パドルは北緯03度01分統計123度16分。 北緯3.017度統計123.267度、3.017123.267のセレベス海で紹介中に爆撃を受け損傷を受けたが、すぐに修理を行って事なきを得た。7月6日、パドルは北緯03度24分統計125度28分、北緯3 2 4零0度統計125.467度、 3.2400125.467の三里島西岸沖で輸送船団を発見し、雨の中で魚雷を4本発射。魚雷は駆逐艦歩風に2本が命中して、これを撃沈した。パドルは2番目の駆逐艦に対しても魚雷を2本発射し、1本が命中したと判定された。7月9日未明には中型輸送船と小型護衛艦を発見し、 魚雷を3本発射したが回避された。7月29日、パドルは54日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。8月22日、パドルは5回目の紹介で、スールー海に向かった。9月7日、夕刻パドルは北緯08度12分統計122度37分、北緯8.200度統計122.617度。 8.200122.617のミンダノ島、新断岸、三崎沖で輸送船団を発見。タンカーに対して4本、輸送船に対して2本の魚雷を発射し、海軍徴用船信用丸に魚雷を3本命中させて、船体を両段の上で沈したが、この時信用丸にはアメリカ軍の捕虜772名が乗船しており、船体分断により、 後部戦争に乗っていた捕虜500人は全員が新陽丸と運命を共にした。また、日本側の機銃装射等で全部戦争に乗っていた捕虜272名のほとんどが死亡した。別の魚雷は特設運送船第2栄養丸に命中し、同船は沈没を防ぐため座礁した。この時、座礁した第2栄養丸の周囲を泳いでいた。 捕虜数十名が同線に救助されたが、怒り子に隠れていて、陸岸に逃れた一名を除く全員がその夜、同線上で射殺された。捕虜は、新陽丸から脱出した84名と、新陽丸と共に運命を共にしたり、日本側の機銃装射などで殺害された688名に、大別され、前者のうち一名は岸にたどり着いた時に死亡し、他の一名はフィリピンに残った。 残る82名はオーストラリア経由で生還し、アメリカ本国で幾度か会合を開いている。第2栄養丸は離行した後、9月12日に開港先のセブで第38任務部隊の関西機によって撃沈された。9月25日、パドルは34日間の行動を終えて、ミオス・ウンディ島に帰島。艦長がジョゼフ・ P ・フィッツパトリック少佐に変わった。 10月3日、パドルは6回目の紹介でマカッサル海峡方面に向かった。この紹介では主にバリクパパンを爆撃する爆撃機搭乗員の救助任務に就いた。バリクパパン沖に向かう途中の10月11日未明、パドルは南位01度20分統計117度36分、南位1.333度統計117.600度。 マイナス1.33317.600の地点で、石油を輸送していた2隻の500トン級海上トラックと50トン級スクーナーを発見し、砲撃で全て撃沈した。11月1日、パドルは29日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。11月25日、パドルは7回目の紹介で、南シナ海、ルソン島方面に向かった。 12月7日夜、パドルは北緯03度54分統計111度24分、北緯3.900度統計111.400度、3.900111.400の地点で島ンジ船団を発見。まず護衛艦に対して魚雷を3本発射したが命中しなかった。翌12月8日未明、北緯04度02分統計111度12分。 北4.033度統計111.200度、4.033111.200のボルネオ島、口ん沖に立ったところで魚雷を6本発射し、付近にいたハンマーヘッドの発射した魚雷と合わせた、うちのの3本が、タンカー松江丸に命中し、松江丸は大火災の末沈没していった。パドルは反転して、若竹型駆逐艦に対して、魚雷を4本発射し、 一本を命中させて、目標を撃沈したと推定された。直後に第43号解剖艦の反撃を受け、パドルは浮上したままその場から脱出した。その後、パドルはアメリカ本国に向かうよう指示された。1945年1月18日、パドルは53日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。 ハンターズポイント海軍造船所に開港されてオーバーホールに入った。5月15日、パドルは8回目の紹介で東、シナ海及び航海に向かった。この時期の日本の海上輸送は末期状態であり、残った大型の船舶も嫌いで身動きが取れない状態だった。それでもパドルは攻撃の機会に恵まれた。6月6日には、 北緯31度16分統計130度10分、北緯31.267度統計130.167度、3 1 2 6 7三3 0 1 6 7の地点で苦戦艇を発見し、魚雷を3本発射したが命中しなかった。6月8日、パドルは北緯33度38分統計126度22分、 北緯33.633 33度統計126.367度、33.633、126.367 33の地点で2隻の50トン急艦指定を発見し、浮上して20ミリ機銃の射撃で撃沈した。同じ日の夜には輸送船を発見し、魚雷を2本発射して爆発も確認したが、目標に変化は見られなかった。パドルは浮上して、目標を追跡したが、折から、 紹介鑑定が向かってくるのが見えた。北緯34度03分統計126度33分、北緯34.050度統計126.550度、34.050126.550の地点で魚雷を2本発射し、全速力で脱出した。6月26日夜には、北緯37度30分統計123度43分、 北緯37.500度統計123.717度、37.500123.717の地点でも50トン休館指定を発見し、6月27日、未明に浮上して5インチ砲と20ミリ機銃で撃ち、沈めた。7月2日朝、パドルは北緯38度29分統計124度13分。 北緯38.483度統計124.217度、38.483、124.217の地点で2隻の50トン級艦指定、2隻250トン級スクーナーと100トン級セールボートを発見し、砲撃で一網打尽とした。最後は魚雷を1本だけ発射したが、命中しなかった。また、道中で見つけた。 いくつかの冬嫌いを基準を使って爆破した。7月18日、パドルは60日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。この後、8月13日に9回目の紹介で、日本の本州海域に向かったが、2日後に終戦を迎えた。8月17日、パドルはミッドウェイ島に帰島した。パドルは、新自湾とパナマ運河経由で、大西洋岸に向かい、 9月30日にスタテンアイランドに到着した。その後、ニューロンドンで予備役として保管されていたパドルは1946年2月1日に退役した。1956年8月31日に最終役し、相互防衛援助計画の元のブラジル海軍に退役するための準備に入る。パドルは1957年1月18日に退役。 ブラジル海軍に対応され、リアチュエロと解明、任務に就いた。パドルは、第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖賞を受賞した。第1回から第7回までの紹介が成功として記録された。この経緯から、第2栄養丸撃沈は、パドルと空母機の共同戦果となっている。この経緯から、松江丸撃沈は、パドルとハンマーヘッドの共同戦果となっている。 ありがとうございます。